この辺に我々がいると思う。これがここだからこの辺かな。まあそういうことで、まあ江戸時代は行くとしたら歩くかあれでしょうね、カゴでしょうね。から明治になって放送したんで、あの明治になりましてね、あのいわゆる列車が22年東海道が、うん、あの神戸まで通って、うん、その時は神津から御殿場周りで沼津、要するに箱根の外輪山を麓をね、うん、北の方に迂回して通ったんですね。したがってね、神津から神津って通って分かりました。神津から小田原までは馬車で、馬車小田原からはあのまあ明治の多分人力車ですね、うん、でそれが人車鉄路明治29年というのは意味があるんですね。明治29年というのは日清戦争が明治27年なんですよ。1894-95、それであの湯河原ね、一つ手前の湯河原の温泉が傷に効くっていうんでね、傷病兵の療養所に指定されたんです。でまあ人力車ってわけいかないってことでこれを考えた。なるほどね。多分当初はね予算の関係だと思う。安上がりで人車鉄道を引いたんですよ。それで日清戦争の傷病兵はこれできたんですね。で約10年後は一応蒸気機関車だ。日露戦争の傷病兵はまあこれできたんですね。でその後いろいろ国木田トッポとか夏目漱石なんかみんな来てるんですよ。で京弁鉄道がね、はい、河野久志隊28歳は226事件において湯河原の伊東屋旅館の貸別荘当時である甲府荘に滞在していた牧野信明前内大臣、内大臣ってすごく偉いんです、うん、元老の次に偉くて当時西園寺金持ちの次に偉いのが牧野信明、総理を指名したんですよ。すごく偉いんです。で大久保利通の次男、麻生太郎元総理の曽祖父というのは牧野内大臣の娘さんと誰だっけ、吉田茂のお父さ ん, ん、うん、吉田茂と結婚したのが、あ 吉田茂と結婚してるんです。あの娘が、ね、牧野さんの長女が吉田茂と結婚して、その間に生まれたのが麻生太郎さんだから、え、曽祖父じゃないか、祖父だよね、祖父だね、うん、じゃあ直さなきゃいけないじゃん。本当だ、これ大久保さんと間違った祖父です直しておいたらいいですよそうですね。で8名で襲撃したんです、河野さん含めて。で護衛の皆川巡査、相打ちになったんです。で河野さんはですね大将やられちゃったんで、結果的には部下がね放火するんです。で牧野さんは無事に逃げるんですね。で皆川さんは撃たれたまま焼死するんです。で河野さんはここ熱海陸軍病院に来て治療して、一応命は無事だったんですね。で226事件というのはもう簡単に言うとね、陸軍行動派、行動派統制派は分かります、天皇新政を理想としたんですね。で統制派は東条さん、まあ言ってみればまあ軍、まあ簡単に言えば軍国主義なんですけどね、まあ中国の資源必要とかね、そういう感じで、行動派は天皇新政、ある意味理想主義なんですね。で青年将校ですから、まだ20歳代で世界恐慌を昭和4年に世界恐慌なんですよ。
で昭和5年には小学校教科、あともう一つ悪いことに昭和その後昭和6年昭和9年とね立て続けに東北地方は例外になっちゃうんです。だから教作でいわゆるおしんの世界わかります、おしんです、女性身売りしたりとかね、そういう疲弊する東北地方の農村の状況を座しし得ず宇直氏を目指して決起したと。つまり青年将校の部下っていうのはね、徴兵で来た部下やっぱり農村の若い青年なんですね。その青年たちの姉さんや妹が身売りしてると、そういう状況で、まあ世直しを目指して決起した。昭和11年2月26、これ私間違ってね、最初2月11日にしちゃった指摘されてね、で26ってやると長くなるんで10をして直したんです。これも取んなきゃダメですね。で第一師団これだけを取ればいいんでしょ。そうですね、これ消しちゃえばいい、消しときます。第一師団というのは東京の部隊です。1万2000ぐらいかな、中心にその中で1483名。ですね、第一なんていうんだろう、歩兵連隊はいくらかな、4000だ、4000のうち1400だ、かなり多いですね。政府要人及び第三連隊だね、第一と第三と、あと近衛歩兵第一、そうそう、近衛連隊のね、で政府要人及び天皇側近6名で、4日後には反乱軍だって鎮圧されて、結果的には全員こういう中心の方々は17名かな、処刑ですね。で反乱軍となった河野隊は3月5日ですね、29日に入院してますから。兄司氏2つ上なんですよ。で果物ナイフを差し入れてもらうんです。でまあこの人にお兄さんに見舞いに来た時に久志さんがお兄さんに頼むんです、果物ナイフって。でお兄さんさすがにね、果物ナイフで自決ったらなかなか大変でしょ。で渋谷の道玄坂でね、日本神様に買ったんです。日本神様に、あれ多分首スパッと切りますから、日本神様と果物ナイフを病院長にこれを弟に渡してくれと。で病院長はもうこの人自決するの分かってるんですよ。だからそのまま渡してくれるんです。そしたらこの人がね、果物ナイフじゃなくて日本神様に返しちゃうんです。これ使いません。なんで返したと思うんです。お兄さんに迷惑かかるから、もっともっと直接病院長、ああ院長にね、院長職務怠慢になっちゃうでしょ。ああ要するに監督不行き届き、なるほどね、自決するようなものを渡っちゃいけないじゃん。なるほど、多分相当な処分されるんですよ。で病院長に迷惑かけないために、使いませんって返したんですよ。それで、5日のですね、兄さんが前の日にも来てるんですよ、前の日来た時にお兄さんで果物を忘れてるの、でなんか毒薬だけ持ってきたんですよ、で朝早く来てね、でその時はもう前の日にはお別れの宴もしてるんですよ、弟とこう いっぱい飲んで、でも会うに忍びなかったんですね。もう院長に渡して兄さん帰っちゃうんです。でさっきの部屋に行くわけですね、一番いい部屋、もっとあこれがいい、ここですね、さっきの部屋、ここが河野久志隊で、横がね金岡中佐って一番上席の入院患者の中で、でもうここに憲兵控え室なんですね、もう反乱軍ですから。でこういう状況で
日本紙じゃなくて果物ナイフ持ってこの部屋に行くんですよ。で付き添いがね、大体雰囲気で分かってるんですね。離れないんですよ。でしょうがないから久志隊はね、付き添いにねタバコ買ってきてくれと。しかもドイツ製のタバコ難しいとか言ってね、付き添いをお使いに出したんです。でその間にこの裏のここを越えてね、ここにこのあれがあったんだね、松の木、ここで自決するんです。あ、その前あった昼ね、お昼院長はねこの人のためにね、金岡で一番定石の人ご馳走するんです。最後の晩餐じゃなくて、最後の中敷き花向けですよね。でお礼の和歌作ってます、もののふ武士ね、もののふの道と情けを盛り上げし、昼毛の味の糸度身にしむといいでしょ、もののふの道と情けを盛り上げし、昼毛の味の糸度身にしむと。でその後お使い出しちゃって午前3時ごろ、果物ナイフですからね。午前3時したら夜中でしょ。午前、いやいやいや、あごめんなさい、午後3時、朝取ってもらってますからね、午後3時こう滑覆した後ね、こう刺すんですよ。だから刃こぼれしちゃって、ね、結果で痛いから 6箇所。翌朝6時ですから15時間後に息引き取って、多分出血多量なんですよね。で15時間にね符合するのがね大西滝次郎、あの方も特攻隊のね、知ってます、特攻隊の生みの親なんですよ、海軍中将ぐらいですかね。で大勢特攻で、でやっぱり責任取ってね、確か15日でしょうね、滑覆して、部下が解釈しようとしたら解釈無用って言ってやっぱり15時間後に亡くなったそうなんですよ。だから出血多量で15時間ぐらいすると亡くなるんですね。まあそういうことで3時半ごろ裏山で滑覆し、首を6箇所も切って、翌朝6時半だで陸軍事務はさっき言いましたように戦後国立病院39年熱海バイパスの開通によって分断され、山川が国家公務員共済組合連合会に売却され、病院を取り壊され空き地となって放置され、平成2年地元有志が自決後に目印の石を、これですね、これを打ったんですね、平成2年から5年に標柱、さっきの実は標柱ここにあったんですよ、今まで抜いて、あっちに移動させて、で平成15年6月15日関係者一同で石碑を建てたんですね、その関係者にもちろん入ってるんでしょ。私入ってない、まだ来てないし、あそうか、私平成21年、平成18年に湯河原行ったんですね、で石碑を建立し、興風荘は日本で唯一の226事件資料館として同日してますと、湯河原からバスで行きます。去年は3月ぐらいから開催してないしね、ずっと、まあ当分無理でしょうね、部屋の中で3密になっちゃうんでね。でこれを建てるにもね、